こんな緊急事態宣言中ですが、来週ですね、来週デスラピッツさんが名古屋来るんですね。でその翌週はもう最後の解散ライブということで、だから名古屋最後来るんですけど、ぼんやりしてたらチケットがソールドアウトになってしまってですね、チケットないんで入れないんですけど、せっかくなんで会場をしようかなと思ってます。でその翌週20日はセントレア中部国際空港の敷地にある、スカイエキスポっていうのか、東京で行ったら仮メスみたいな位置づけになるんでしょうか、ちょっと大きな国際展示場にですね、アイドルイベントラットホールさん、大園ラットホールさんが主催なのかな、ラットジャムっていう名前のイベントに、東京のいろんな割と頑張ってる、ライブアイドルさんとデビアンちゃんがそこに久しぶりに来るんですよね。 で20日ってディアナの定期公演あるんでどうしようかなと思ってたんですけど、ちょっと行こうかなと、そっちを起こしてちょっとディアナさんを起こして行こうかなって思ってます。でちょっとだから来週と再来週はそこでちょっと何か、感じて語りたいなというところですね。それを動画に残したいなって感じですね。デスラビッツちゃん、ちょっと長くお疲れ様だっていう感じですね。でなんか来週行って現場に行って会場で会えるのかな、部長が、出待ちというか入り待ちというか、ちょっと、焼酎のですね、ちょっと金宮のパックを持って、もし部長に出会えたら渡そうかなという思いを込めて、ちょっとそれは動画に撮りますので、さて来週どうなるんでしょうか、お楽しみに。